いわゆるマーシャルアーツ用のユニフォームを身につけております、小林邦明です。さあ注目の男、この小林選手は非常に人気がありますね。そうですね、両選手の動き早いです。あ、ラリアット、スミスのラリアット一撃、鉄腕が小林邦明の顎の先端を砕きます。小林ダウン。そしてこの怪力をご覧ください、ボディリフト&ドラップ。おボディリフト&ドラップ場外に思い切って飛ばしました。小林大丈夫か。いや、すごい力ですね。もう一回場外でボディリフト&ドラップいきます。今度はリングの中に連れ戻した。キッドが待っている。さあ激しい動きだ。ラリアット、キッドのラリアット爆発、すごい、小林を翻弄する。今度は速いブレンバスターだ。マッカーのタイミング、すごいブレンバスター。さあ畳みかけます、キッド&スミス、いわゆるカルガリーコネクションであります。素晴らしい呼吸ですね。はい、もう、本当に文句のつけようがない、実にダイナミックな攻撃ですね。今度はスミスに行きます。小林全く手が出ません。今度はラリアットは失敗。お、後ろ回し蹴り、いわゆるマーシャルアーツ流の空手の殺法を出してまいりました。寺西の左の膝に合わせます。さあやっと息が合ってきたか、小林と寺西。しかしね、あれだけの攻撃、いわゆるカルガリーコネクションを受けながら、小林選手が倒れない、ダウンもしない、タフですね。あ、タフですね。今日は私本当にね、小林選手に注目をして見てるんですが、あれだけの攻撃を受けてね、ダウンもしないで、あの回し蹴りの逆襲に出た、素晴らしい根性ですね。なるほど。一旦その小林邦明は控えに入りまして、ベテランの寺西勇がデイビーボーイスミスと一騎打ちであります。足を取ります、デイビーボーイスミス。まあ、しかしこの山さん、カルガリーコネクション、ウエイトは両選手とも100キロないんですけれども、まさにヘビー級並みのパワーを発揮しますね。そうですね、特に私があの見ていて感心するのは、キッドが非常にあのテクニシャンで頭脳的な戦法を取るのに対して、はい、スミスの方はパワーいっぱい駆動できますね。そうですね、このコンビネーションが非常にうまくバランスが取れているという感じがいたしますね。はい、今度はスミスからキッドにつながれました。今年は全日本プロレスのリングに上がりまして、ジャイアント馬場選手とのコネクションもできました。したがいまして、今年こそ全米の NWA ロードに出たいということを言っております、キッドとスミス。全米の NWA ロードに出て、この2人なら活躍できるでしょう、山田さん。そうですね、はい、この2人はやっぱりあのアメリカのですね、 NWA のメインコースに乗ればですね、はい、大変に各地で人気を呼ぶと思いますね。さあ今度は小林の空中殺法、トップロープからエルボー落としてまいりました。キッドと小林であります。札幌決戦も間近に迫っております。小林邦明対タイガーマスクの一騎打ちも決定。そういった意味では、今夜小林邦明の実力の全てを見たいというファンたくさんいるかと思いますが、キッドのパワーにちょっとタジタジの手、この小林、今のところね、小林選手が向きになってね、はい、正面からキッドにぶつかってますよね。そうですね、肩を合わせてトップロープからフライングボディアタック、しかし捕まってしまいます。これを切って投げる、すごいキッドだ。さあ得意の今度はドロップキック当たった、まともに当たった、空を飛んだのドロップキック、ダイナマイトキッド、素晴らしい技、本当に大きい技を展開する。今度は再びツープラトーンです、キッド&スミス。おっと、何を行くんですか、まさにウルトラシー、すごい、セカンドロップから飛びましたね。そうですね、いや止まりません。いやこのね、デッドリードライブというよりも、一体何と倒すか。しかし今度は小林も今バックドロップですかね。そうですね、非常に速いバックドロップを打ちます小林邦明。息が上がっておりますが、しかしまだああいう力が残っているんです。さあ今度は維新軍団ツープラトーンです。この左の膝が、スミスの顎を捉えました。再び寺西に渡す、その前にタッチがありました。まずはショルダースルー、リングの中央に持ってきた寺西の白いトランクスが踊ります。寺西が非常に冷静ですね、山田さん。そうですね、はい、やはりあの小林選手がね、かなりカッカしてますからね、はい、回転エビ固め寺西。今日はね、キッドもスミスもね、明らかに小林選手を意識して狙ってる感じですね。あ、そうですね、しかしね、とにかくの先ほどからくどく言いますが、小林選手というのは攻撃を食ってからが逆転が強いですね。はい、さっきあれだけやられた後でまたバックドロップですからね。なるほど、びっくりしますねこれは。再び今控えに戻っております小林邦明であります。何にしろ練習好き、維新軍団の中にありましては、この長州力とこの小林邦明が一番練習しています。あの遠くから見るとね、スラッとした体型なんですが、そばで見ると実にいい筋肉ですね。そうですね、
今度はキッド&スミス、キッドが出てまいりました。このキッドの肉体の全体から醸し出す雰囲気ですけれども、山田さん、あのおじいさんとお父さんがボクサーなんですよね。そうですね、そういうこともありまして、いわゆるこの格闘技のエキスというんでしょうか、そんなものを十分に体中から表してますね。はい、あの非常にね、私に言わせていただければね、殺人狂気というような、ね、感じですね。そうですね。さあ寺西起き上がりました。ボディにチョップを合わせます。さあやっとレッドコーナーに連れてまいりました。うわー、すごいツープラトン。小林邦明、溝内のあたりに蹴りを入れました。寺西が抑え込みます。2人のコンビネーション鮮やかでした。いいですね。いい攻撃でしたね。しかしやっぱあれだけ思い切った攻撃ができる、これはもうコンディションが非常にベストだという証拠ですね。2人が飛び込んできてクロスライン、その前にタッチが行われています。さあ小林、躍動する小林邦明。さあダイナマイトキット、力で返します。今度はデイビーボーイスミスが相手、後ろ回し蹴り、足を取られた、足を取られた。さあスミスがまた怪力散歩でいくか、倒したボストンクラブの体勢、まだ行きません。肩逆エビか、しかし今度は釣り天井に行きそうですね。おっと行きますね。釣り天井に持っていきます、デイビーボーイスミス。さあこれで小林を反り返されて、反り返って持ち上げます。鮮やかに決まった、まさに芸術品。寺西たまらず飛び込んでいく。このままですと本当に背骨折られちまいますね。いっちゃいますね。いっちゃいますね。もう何しろね、バカ力からですからね、はい、いやすごい怪力だ。脇腹にキック一閃、寺西ここで飛び出してまいります。さあ溝内のあたりに蹴りを入れます。寺西そのまま覆いかぶさりました。試合をリードするのは今夜ベテランの寺西。さあスミス起こった、エルボーをかまして、ここでダイナマイトキッド、ブルーのロングタイツ再び出てまいりました。さあ思い切って喉笛をつきます。キッドです。もう一回キッドが打ちまくります。すごいパワーだ、まさにヘビー級にも通用いたします。今度は人間風車、ダブルアームスープレックス。小林五高フォロー、やはり力ではキッド&スミスですかね、山田さん。そうですね、もうやはり圧倒的にね、パワーではね、向こうのチームが戻ってますね。ということは小林と寺西は先ほどから素晴らしいタイミングで見せております。スープラトーンに頼ざるを得ません。さあ小林ドロップキックで、ドロップキックで相手を倒した。そして肩逆エビ固め、肩逆エビ固めに持ってきてますが、ラリアット、スミスのラリアットを吹っ飛びます。ウェイトの軽い小林吹っ飛ばされました。ここでダイナマイトキッドが、今度はパイルドライバーか、得意の 2M ストーンのパイルドライバー、怖いぞ。これでバンジーキュースか、寺西やってまいりました。いやしかしこの山田さん、先ほどから指摘しておりますが、相当ダメージを受けておりますけれども、這い上がってきますね小林は。そうですね、いい根性ですよね。いい根性してますね、果たしてこの根性がタイガーマスクに通じるかどうか。札幌決戦も刻一刻と迫っております。ブレンバスターの切り返し、小林また逆転ですね、また逆転技を放つ。なかなか粘りの選手です小林。さあスミスの顎も上がりました。今度はこれです、フィッシャーマンズスープレックス、そのまま抑え込んだが、あっと鮮やかに返します。普通ならあれで終わりですかね。そうですね、やはりそれはもうスミスのね、もう底知れぬパワーでしょうね。そうですね。さあ今度は再び寺西がクロスチョップ合わせます。うまく着地に成功した寺西。さあスミスのバックを取ってジャーマンスープレックスホールド、そのままアーカーした。いやスミスも粘りを見せます。ここでキッドが再び登場、寺西のサイドに構えてバックドラップ、これで後頭部を打っている。小林が早くも入ってまいりました。小林と寺西の呼吸なかなかいい、しかし追い打ちをかける寺西がもううまく止まった。ドロップキック振り返ってドロップキック、2連発、キッドを場外に送った。さあしかし寺西の後ろからスミスがドロップキック、小林がこれに加わりました。さあ小林が右の手を挙げました。さあコペに行くか、コペに行った。さあ思い切って今度は放送席が狙われます。放送席に寺西とキッドが飛んでまいりました。寺西とキッドであります。キッドのニードラップ、顔面にめった打ち。さあ反対側では小林立ち直った。さあデイビーボイスミスをお客さんの傑作に思い切って放り投げました。さあリングの中キッド入ってまいりました。キッドと寺西がリングの中に入ってきた。小林間に合うか、小林が今入ってまいりましたが、レフリーはダイナマイトキッドの手を挙げました。
これは結果がちょっと気になるところです。10分55秒デイビーボーイスミスダイナマイトキッド組の勝ちが制せられました。こういう結果ですね山田さん。そうですね、非常にね最後は乱戦模様でねはっきり戦況がつかめなかったんですが、まあリングアウトですか結果的に。さあ結果は今参りました、リングアウトですね。やっぱりね